です。小竹です。今日はですね、お家で生まれた帽子トカゲモドキ、1号ですね。テンガロンがですね、4月14日生まれということで、1ヶ月ちょうど経ちましたんで、ちょっと動画にしてみたいと思います。はい。こんな感じで、今はね、なってます。後で他の子たちも映しますけど、テンガロンはちょっと模様がね、乱れた感じで、僕結構気に入りの子です。色もね、最初黒かったんですけど、今はちょっと黄色くなってきましたね。で日々ね、世話というのは本当にね、うんち取って、水入れの水変えて、軽く霧吹きする感じですね。であと餌やりは毎日、1日1匹な感じで、こんな感じでピンセットからもね、食べてくれるようになりました。で一応ね、その食べたい気持ちをね、残しながら、やっていきたいということで、1日1匹に今してます。それで、正月から飼ってるハイナントカゲモドキのアスキーもね、結構大きくなってるので、系統としてはレオパとかニシアフっていうよりはハイナントカみたいな感じのね、あんまり一回にガツガツ食べるタイプの種類ではないと思うので、毎日あげて1日1匹っていう感じをね、しばらくは続けていきたいなと思ってます。はい、というわけでね、テンガロン、はい、無事食べてくれました。じゃあね、せっかくなんで、テンガロン以外の子たちもね、餌やりしていきたいと思います。ちょっとついでに体重測ってみる。ちょっと怖いけど、せめてテンガロンだけでも。皆さんにね、生後1ヶ月の帽子トカゲモドキがどれぐらいの体重かっていうのをちょっとね、知っていただけたらと。持てるかな。手に乗ってくる感じで。はい、ちょうど怒ってくれました。2.1g ですね。はい。こんな感じです。めっちゃ怒ってるね。はい、めっちゃ怒ってます。綺麗ですよね、柄がね。色のコントラストが効いてて。黒いのも可愛いですけど、黄色くなっても可愛いです。はい、じゃあちょっとね、何も触りたくないんで、はい、どうぞ。はい、どうぞ。よいしょ。はい。じゃあね、次、行ってみたいと思います。はい、じゃあ続いては、テンガロンのクラッチメイトですね。次の日に生まれた、ほぼだから、レレイちゃんも1ヶ月奥ですね。ビレちゃんも開けていきたいと思います。もうめっちゃ尻尾がもうお怒りのようだけど、ご飯なら食べてくれるかな。はいよ、食べない。お、いいね。おっとっと、ちょっとちょっと、はいはい、ほうほうほう、はい、 OK。 このね、ワンクラッチ目の2匹はだいぶピンセットも慣れてきてくれたみたいで、ほぼほぼピンセットから食べてくれるようになりました。うちね、このベビーたちのね、親であるサブちゃんとダテちゃんはやっぱワイルドだったんで、かなり最初餌付け苦労したんですけど、僕今まで飼った中で一番苦労したんじゃないかなと思います。特にサブちゃんなんかも初めてハニーワームを飼いましたからね。でもそれも食べてくれないで、ハニーワームのね、頭取って体液舐めさせてやっと食べさせてる状態だったんですけど、それ考えるとね、やっぱりベビーの時からピンセットで食べてくれると、すごく飼いやすい帽子トカゲモドキになってくれるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次行ってみたいと思います。はい、じゃあ続きまして2クラッチ目の2匹あげていきたいと思います。この2匹はね、5月2日生まれということで、2週間経たないぐらいですかね。はい、まずはサファリちゃんですね。食べてくれるかな。この2匹もね、気が向くとピンセットから食べてくれるようにはなってます。ただ毎回じゃないんでどうだか分かんないですけど、はい、見てるね。タイミングを伺ってる。あれ、いけるかいけないか自分で判断して、これは無理なんじゃないかって判断をしたのかもしれないので、はい、ちょっと頭取ってきました。
いいよ。いや、めっちゃ逃げる。ペロペロしてるから食べるような気がするんだけどな。ダメだな。一旦ね、サファリちゃんとこはばらまいておきましょう。あ、それは食べんの？それ食べるのね。はい、食べてくれましたね。はい、まあピンセットはね、まあ、徐々に慣れてくれればまあいいと思います。ピンセットで食べることが全てじゃないんでね、まず餌を食べてくれることがね一番大事なので。はい、食べてくれました。いや、俺のあのピンセットで頑張った時間返してくれよ本当に。まあでもね、日々ねああやってちょっと粘って見て、まあ、ダメならばらまきっていう感じでね、まあ、それを繰り返すことでね、最初の2匹も食べてくれるようになったので、まあ、サファリちゃんもそのうちね食べてくれると思います。じゃあ次行ってみます。はい、じゃあ最後はねサファリのクラッチメイトのチロリアンです。まあ、チロリアンも同じ日に生まれてるんで、まあ、2週間弱ですね。はい、最初でこそね小さく生まれたんですけど、まあね元気にね元気に育ってます。はい、じゃあチロリアンもね餌をあげていこうと思うんですけど、もう今出たくてしょうがない感じだけど食べてくれるかな。はい、あまりご飯の気分じゃないかな。はいよ、気づいてない？あ、気づいた。お、来るか？お、来た。えらい。食べてくれましたね。よかったよかった。まだやっぱりでもね、サファリとかに比べるとちょっと小さい感じはしますけど、毎日ね同じだけ餌食べてくれてるんで、まあ、これからねしっかり育ってくれると思います。よかったよかった。はい、というわけで今日は、まあ、帽子トカゲモドキ、まあ、こっちがこれはあれですね、ベレーちゃん、こっちがテンガロンですね。このまあ2匹がほぼ1ヶ月を迎えたということで、まあついでにね、この2クラッチ目のチロリアンとサファリ、まあ、この2匹にもね、餌をあげて、ちょっとね、成長の状態をね、見ていただきました。またね、ちょっと帽子トカゲモドキちゃん、ベビーたちのね、動画上げていきたいと思いますので、また見ていただけると嬉しいです。それでは皆さん、ありがとうございました。ラッキーでした。バイバイ。